映画ミュージック、まあ、映画音楽からとか映画音楽、はいはい、あとはそのね、今日ゲストさんの絡みでもあるなら、まあ、そこに関してコメントちょっとしたりとか、あ、それは解説するはい、ゲストの絡み、いや、実は今日この音楽を選んだのは縁のつながりだった。それって、あの聞いた後に、うん、紹介する前にやった方がいいんじゃない？うん、曲紹介、ね、うん、曲が終わって、終わった後ね、実はこの曲は、うん、これからつながるご縁のっていう、うん、その方がいいですね。そうだね、はい、はいはい、ちなみに曲に関し、曲データに関しては後日いただく感じでしょうかね。曲の007のテーマについては、あ、メールで送った。あー、それ見てないな、はい、後で確認します。はい、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあいつでもどうぞ。はい、では行きます。では、ともおげさん、曲いきたいと思います。はい、今日は映画音楽です。007のテーマ、どうぞって感じで終わりましたのところからご紹介入ります。ここはこれ声全然入るんでしょ。はい、映像は映んないけど声は、うん、あ、入るよ。か、入るし会話も、うん、は、参加しますよね。はい、はいはい、曲が終わった。どうしよう。で、私がそのまま対話しながら紹介するっていう感じですか。そうですね、はい、はい。どうしてこの曲を選んだかっていうのは言ってもらった方がいいかもしれない。そうですね、はい、だから曲が終わりました。あ、やっぱりいいですねっていうので、うん、なぜ今日この、うんうんうん、うん、いいですか、そんな感じで、はい、はい、では行きます。いや、やっぱりこの曲っていいですね。そうですね、おう、なんかワクワクしますよね。そう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 、はい、なんかスケール壮大みたいな感じで元気もなんかどんどん湧いてくる感じですけど、はい、はい、で、なんでね、うん、この、真夏にそう007のこの曲なの、はい、意味があるでしょ。はい、これからねお迎えするゲストにちなんで、はい、はい、かけさせていただきました。今日はお二人ご夫妻ですね。そうですね、はい、007といえばね、うん、ジェームス・ボンドとボンドガールとかセットじゃないですか。そう、かっこいいよね、はい、この登場人物、うん、はい、今日の、ね、ゲストは幸せつなぎ人、ジェームス・ボンド&ボンドガールということで藤野光一清美ご夫妻をお招きしています。すごいですね、幸せつなぎ人ですよねえ、はい、ボンドってそもそもくっつくっていう意味がありますけど、はい、平成の幸せをこうつなぐ人として、今日はご紹介したいと思います。藤野光一さん、藤野清美さんのお二人ですね。おはようございます。今日はようこそお越しくださいました。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。藤野光一です。藤野清美です。はい、なんか笑顔が、そうですね、素敵ですね。いつも清美さんは笑っていて周りをケラケラケラーとなんかこう問題があるように見えた人たちさえもあれなんだっけこの問題とかすっ飛んでしまうような、とてもあのケラケラ感のね明るさが、私的にはね、キラリ的にはケラケラ感なんですけどね、すごくいいケセラセラって感じですかね、うん、いいですね。で、その後ろをいつもこうバッチリと支えているご主人の光一さんっていうイメージなんですけど、今日はどんなお話展開になりますやら。でいつも会うと新しい話題をいつも持ってらっしゃって、うん、でこんなのあるんですけどキラリさんっていう風にね、情報のお裾分けだけじゃなくそこに何かこうワクワク感とか、うん、それこそなんか 何があるのっていうこうドキドキ感とかそういったものの空気感を出してお声掛けしてくださるんです、うん、その秘訣はでなんかちょっと聞いてみたいんですけどね。僕もね、今こうやっていろいろご縁が広がってることとか進んでること、うん、実はきっかけを作ってくれてるのは藤野ご夫妻なんですよ。お、何かね急にいつもね急なんですけども、はい、LINE とか入ってきてですね、うん、今日こんな人と会うんですけどきっといいと思うんで今日時間ないですかってね、あ、もうね今日今日多分なんかひらめいたんだと思うんですね。
いいね、ひらめいたら即行動、うん、いいですね。でそれで僕がたまたま行けると必ず話をすぐ深くいっちゃうよね。ね、そうですね、はい、だからあの僕はよくシンクロがね、うん、毎日こうやって起こるっていうけども、そのきっかけ作りを結構ねご夫妻がやってるんですよ。うん、はい、いつ頃からそういうこう良いこと、良い人、良いものにこう関心が、なんだろう、アンテナがこう張られていて、それをうまくこの情報はあの人にこの人にきっとアンテナがこうセンサーがつなぐラインを作ってる感じがするんですけど、その辺の日常はどうですか？私たちは清美の、ま、妻の方、ね、はい、そういう点は非常に感度が高い、高いですね。おアンテナたくさん張りましたね。ですよね、やっぱりあっちこっちからいろんなニュースソースが入ってきて、うん、まあ、それでキャッチしていいと思うものを皆さんにお伝えするという流れだと思うんですけど、はい、私はそれ感度は非常に鈍いんで、まあ後からね、ちょっとフォローっていうかな、やっていくとそんな状況なんですけど。なるほど、じゃあつなぐ幸せつなぎ人でも入り口と入り口のキャッチと清美さんのね、そして締めのあの小一さんの入り口と締めのセットがいいんですかね。うん、そうですね、役割がなんかこうちゃんと活躍場所というか、あの同じ幸せつなぎ人でも役割が違うんですね、うん、きっとね。そうだと思います、ね、そういうことなんですね、うん、清美さんのアンテナはどこからさっき節子さんがいつ頃かなってねおっしゃったんですけど、おうおう、やっぱりあの私もあのね、友廣さんお元気だった時、金子ご夫妻とご縁があって、はい、節子さんから純愛っていう映画を伝えていただきましたよね。で節子さんご夫妻があの介護のためになかなかねあのそういう活動ができないお時間の時に、まあ、お二人の思いをあの自分が間に入ることによって発信しようとか、多分その頃からなんじゃないかなと思いますね。でまた友野さんだったりあの周りに素敵なあの発信力ある素晴らしいことをやってらっしゃる方がいらっしゃるので、あのそういう方とのご縁ができた頃からあの微力でもそういう間に入って良いこと活動をしてる方をつなげできたらいいなと思い始めてきたんだと思うんですけどね。ちょっとごめんね、はい、一旦あの節子さんと友野さんになってるので、はいはい、この番組だと平井さんになるから、そうすると多分聞いてる人もちょっと混乱、平井さんと友家さん、うん、そうですね、ですね、はい、なのでうすいません、ね、ちょっとね一旦確かに確かに、じゃあ仕切り直しことくらいだったら多分ね、うちわですね、うちわだもんね、そう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 、じゃあ平井さんに行こうね、平井さんと、うん、はい、トモンケさん、トモンケさん、平井さん、トモンケさん、どのあたりから撮ります、撮り直しますか、どこまで来たかね、もうちょい俺早く止めればよかった1回くらいこれ間違えたかなと思ったらずーっともうアクラウンドカードあ